ぱりいいな。いいですね。120キロです。要はラガーフレームのディーゼルだから、要は小型トラックみたいなもんだよ、はい、そうですね。まあタコマとかもこれ でも今 CV カンパニーで作ってたこれをミッドカンパニーに入れたから、はい、レクサスやミライと同じチームでやるような、ね、なるほど。これあのレクサスの LX 何度か乗ったじゃないですか、今までの。ああ全然ダメだったね、はい。あれに比べるとだいぶ進化してるんじゃないですか。いや、すごい進化だよ、はい、150。はい、コンフォートでいきます、はい、あでも、はい、ね、突進してて、うん、これ高速重工、エイダスがちゃんとしてたら、ね、ちゃんとしてんだろうけど。そうですね。高速周回路はまあ、おっとりしたあの大きいヘビーデューティーな車の乗り味ですけど、ノーマルモードと違ってスポーツプラスに変えると少しステアリングが切れるようになるんで、まあ、どちらかというと実は GR も乗ってるんですけど、 GR は前後可変、スタビライザーついてるんですけどね、これがねかなり美味しい技術なんで、まあ、ノーマルのランクにはまだないんですけど、これぜひオプションで欲しいな、あるいはもう GR 行きなさいみたいな感じなんですけど、まあ、今回 GR ではなかったんですが、まあ、そういう意味でロールピッチをもうちょっとフラットライドにできる技術がこのランクルシリーズの中にあるので、そういう飛ばし屋さんというかね、ハイスピードライディングにこだわる人はもう絶対 GR のディーゼルがいいかなと思ってますけど、まあ、今回はそれがないんだけど、ただ可変ダンパーがついてるのでスポーツプラスに変えるとピッチングとロールが少しフラットライドになった。ああ、やっぱりいいな。いいですね。こっちの方がやっぱドライバーズカーっぽい感じします、ね、やっぱりレンジローバー、はい、レンジローバースポーツ、はい、ディスカバリー、全部このワンプラットフォームで、ジャガーも含めてやってるから、はい、ただね、ラダーフレームじゃないから、はい、まあ、その途上国行ったら修理できねえよっていう、はい、そうですね。だからこれは完全にもう、はい、その先進国用の車なんだよな、はい、ディフェンダーという名前はついてるけど、周回路はもうやっぱりランクと全然違うのは、こっちはもうレンジローバースポーツとほとんど同じような乗り味で、もう、まあ、普通の乗用車感覚の SUV っていう感じですね。名前はディフェンダー残ってるんだけど、こっちの方が完全にパッセンジャーカーの SUV に、近づいていってるっていう感じがします、まあ、という意味で普通のレーンチェンジやってもアジリティもあるし安定性も高いしっていうことで、そういう車ですね。